演習中の、天地、2011年撮影。補給艦、天地は、大韓民国海軍の艦艇の一つ。海上における、作戦任務遂行のために、艦艇のための燃料、水、弾薬、食料などを海上輸送、補給するための船である。艦級は、天地艦級すなわち、天地型。貨物を満載した時の排水量は9113トン。 貨物を乗せない時の排水量は4200トン。船に詰める量は燃料油類が4200トン。食料と弾薬類を合わせて450トン。船の大きさは全長136メートル、幅が17.8メートル、喫水が6.5メートルで合計12800馬力のディーゼルエンジンによって最高速力20ノット、巡航速度15ノットで、 航続距離 8300km である。乗組員は130名。20mm バルカン砲などで武装している。大韓民国海軍が建造した最初の補給艦で、当時の大韓民国海軍が運用する軍艦で最大の艦艇だった。1993年から1997年まで、及び2002年、2005年、2008年、2011年の、 巡航訓練に参加した。1998年代官民国国際観艦,艦式の機関であり、2002年には日本国際観艦,艦式に参加した。2005年のイギリス南部のポーツマスで行われたトライファルガー海戦200周年記念観艦,艦式に世界35カ国160隻以上の艦艇中の一艦として参加した。ありがとうございます。